留守は可愛い。ハロー。今日はまた個人的にうちの庭の銅像スタチューをご紹介したいと思います。これはうちの可愛いルシファーちゃんでスタチューじゃないですけど、結構寝ちゃいましたね。ゴロンと。あったかい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 。まずこっち側にくるっとくると、ここにあるのが、これは何、この黒ちゃんがいます。黒ちゃんの近くに、ここにインディアンくんがいます。インディくん、インディンくんの横に、これは何かな、おお、これはイーグルちゃん、イーグルちゃんがいて、こんな感じですね。うん。で次に来るのが、これはマジシャンくんと、なんだろう、なんて言ったらいい、セブンウドルフの一人かな。あ、まだあっち側にもあった。まだここにもありますね。これはライオン様、キング、ライオン様。でここにあるのが、ここに、こっちにもライオン様がいます。でここにワニさん、ワニさんがいて、でこの階段があるんですけど、階段を降りていって、この池のところにトーテムポール、そして、あー、剥げちゃった仏像、お父さんが座っています。あとはどこかな、まだあるかな、ありました、ロバくんです。そしてこれで最後だと思うんですけど、入り口の仁王様たち、インオーストラリア、以上です。